若年層現役世代対高齢者だというような。私は定年制ってやめた方がいいと思ってるんだけども、すごく制度が複雑なんですよね。社会保障、年金もそうですけど、年金制度は残るんだけど、それは給付額がどんどん減っていくってことが起こるでしょう。それでも年金は制度としては残る。ここの議論から抜け出さない限りは、社会保障の改革、いくら細かな、まあ、ミクロマクロの施策の議論してても多分あんまり意味がないなと。医療の目的っていうのは、いかにして人を幸せにするかなんですよね。皆さんこんにちは。創発チャンネルの新シリーズ、創発ダイアローグです。この番組では政治家や有識者の方々をお招きして、日本の政策であったり様々な社会課題について議論をしていきます。第1回は、どうなる日本の社会制度、先送りできない議論に立ち向かうという議題でお二人のゲストをお招きしております。早速ですが、ゲストのご紹介です。自民党の石破茂元幹事長に今日お越しいただいております。石破先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。石破さんはこれまで幹事長時代であったり、自民党の中で社会保障政策にはどのように関わられてきましたでしょうか。私はね、本当は社会保障の仕事したくて国会議員になったんですよ。みんな意外に思うけどね。うちの父親がね、内務省の役人だったのね。で、旧制中学の時代に鳥取の冬は寒くってね、でこう寒くてもう雪が降って、でもマントを買うお金がなくてね、学校に行けないことがあったんですって。でね、貧しい人のために働きたいっつって、大学出て内務省に入って、まだ当時厚生省ってなかったんでね、でそういう仕事をしてた。結局最後は建設省に行ったんですけどね。だからその DNA があって、社会保障の仕事したいなと思って、当選2回の時は本当に社会保障の仕事しておったんよ。今は誰も信じてくれないそうだったんですね。なるほど、ありがとうございます。今日もそんなところぜひお伺いできればと思います。続きまして、ゲストお二人目、 NPO 法人あなたの居場所理事長の大空幸喜さんです。大空さん、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。大空さんと石破さんは結構世代が離れられていると思うんですけど、だいぶ離れていると思います。何年前？98年、平成10年ですもう国会議員だいぶ経った後ですね。もうだいぶ経ってますねうわー、自分の娘より下だったりなんかして偉いことだ。あ、そうですかやっぱり社会保障制度は世代でいろいろ見方が変わるかなと思うんですけども、大空さん、そのあたりいかがでしょうか。多分二極化していて、はい、要は多くの人は多分分からない、どういう制度なのかよく分かってないと。例えばその年金にしたって、まあ大体じゃあ大学卒業したらハガキが届くようになりますけど、これって何のこと言ってんのと。要はそのすごく制度が複雑なんですよね。社会保障、年金もそうですけど、で複雑で分からないという層と、まあじゃあ自分でちょっとこう勉強をして、むしろ今危機感を持ってる層、まあこのままいくと将来自分たちがじゃあ65歳70歳になった時に年金もらえるのか、なんかその危機感を持っている層と知らないという層に二極化していて、安泰だと思っている層は僕の感覚だと多分いないんじゃないのかなと思いますね。いや、本当おっしゃる通りです。私も世代が一緒なので安泰だとは思ってない世代として本当一緒かなと思います。でまず最初の質問に入る前にですね、まあ、お二人はもちろんご存知だと思うんですが、社会保障費が今日本でどれぐらい増えているのかというのをちょっとおさらいをさせていただければと思います。社会保障給付費、つまりですね、国の歳出だけじゃなくて保険料の部分も合わせた全体の社会保障の給付額の推移ですが、まあ、大まかな数字で1980年頃には約25兆円、90年には50兆円、そして2000年には80兆円、2010年には100兆円、そして現在2022年には130兆円という額が給付されている状況です。で、まあ、このようにどんどん増大していって、まあ、今後も高齢化に伴って増加していくことが見込まれるわけですが、こういった状況の中、まず日本の社会保障制度、そもそも持続可能なのかについて、ぜひ石破さんにお伺いできればと思います。このままの仕組みだと持続しませんね。それは制度は残っても機能しない。年金制度は残るんだけど、それは給付額がどんどん減っていくってことが起こるでしょう。それでも年金は制度としては残る。むしろ問題は医療であって、これね、今日本の保険証1枚で北海道から九州沖縄まで保
険証1枚持っていけばお医者さんにかかれるよっていう夢みたいな世界ですよね、はい、で自分の負担する額はもうだんだん高くいただいているようになったけど、それでも少ない額でお医者さんにかかれる夢みたいな制度ですよ。でもこれはいつまでも続かない。で続きますよ、大丈夫ですよってこといつまでも言っていてはダメだなと。通過するためにはどうしたらいいのって話を今こそ真剣にしないといけないと思いますね、はい、いや本当に今こそ改革をということだと思うんですけども、実際にはどのような社会保障制度、特に医療の部分で変化が必要なのかというのはいかがでしょうか。みんなが保険に入って保険証1枚でお医者さんにかかれますよというのが始まった頃はね、結局そのどういう病気が対象だったかっていうと、結核、今時あんまり聞いたこともないが結核ね、感染症ね、それと労働災害、いろんなことで怪我しちゃったみたいな、これが日本柱だったんですよ。だから結核ってこうすればかからないで済むよみたいなことがあんまりなくて、労働災害って気をつければ巻き込まれないってもんでもないんで、みんなが同じようにリスクを負ってたのね。ところが今は医療費45兆円、1番が生活習慣病、2番目がん、3番目認知症みたいなことになってきちゃって、全くこう対象とする病気が変わってきちゃったんですよね。その時に制度は結核と労働災害のままってことになると、それは制度として持たないですね。だから私は防衛が仕事なんだけれども、主なね、いざとなったら自衛隊がいますよ、いざとなったら犯罪があっても警察がありますよ、火事があっても消防署ありますよ、だから大丈夫ですよって話にならなくて、いかにしたら戦争が起こらないか、いかにしたら火事が起こらないか、いかにしたら犯罪が起こらないかってことを考える方が大事でね、そういうふうに変わっていかなきゃいけないと私は思いますよ。いや本当におっしゃる通り、やっぱり予防の部分にもう少しお金が回っていく必要っていうのはあるのかなというふうに思います。大空さんにもぜひこの社会保障制度、先ほどももう持続可能性がないのかないのではないかというお話いただいたんですけども、そこのあたりいかがでしょうか。まずやっぱ社会保障の議論の時にやっぱ最大の問題点は、世代間対立をしなければ議論ができないみたいな状況になっちゃってるところですよね。いわゆるその若年層現役世代対高齢者だというような、でこれってでも制度としてやっぱり年齢で輪切りしてる部分がかなりあるわけですよね。でも本来例えば保険だったら年齢だけじゃなくて、健康リスクであるとか家族構成とかいろんなその個々人の特性みたいなものとちゃんとこの算出条件の中にそれが入ってるわけですよ。でもやっぱり今は社会保障全部もう年齢で輪切りされちゃう、65歳以上とか70歳以上とか、僕はまずここの議論から抜け出さない限りは社会保障の改革、いくら細かな、ミクロマクロの施策の議論してても多分あんまり意味がないなと、ですから本来であれば、国がそのデータを管理するってすごく危機感を持たれる方が多いと思うんですけど、確かに今の社会保障制度が出来上がった戦後は無理だったかもしれない、ここのデータをっていうのを一元化して集めるのは、でも今はやろうと思ったらできるわけですよ。だ本来は個々人に合わせて例えばその社会保険費だって全部算出をしていくっていうような形に変えていかなきゃいけない。若い人の中にも働けない人はいるし、70歳80歳になって もう元気で働いている方もいらっしゃるわけですよ。石破先生の年齢で元気で働いている人って社会にいっぱいいるわけですよ。だから本当はその人たちはやっぱ働くことによって生きがいを持ってたりもされる方もいっぱいいらっしゃる。だから年齢だけで輪切りするってすごくナンセンスで、今は令和の時代ですから、やっぱデータっていうのを活用していくっていう、まずはその環境を整えた上で個々の政策の改革の議論に入っていかないと同じことを繰り返されちゃうんじゃないのという危機感は私個人はありますね。なるほど、いかがでしょう今のところ。石破さん、そうなんでしょ。だからね、気を使って石破さんの年齢って言ってくれたけど67なんだよね、気がついたら。でみんな元気ですよ、やったらめったら元気ですよ。で昨日ある財界人の方と話してたんだけど、89で現役の社長ですからね。うわ、バリバリやってますよ。だから70代80代90代でもバリバリ元気な人はやっぱり働けるうちは、働きたい人は働けるっていうね、私は定年制ってやめた方がいいと思ってるんだけども、そういう人たちはもらう側じゃない負担する側になろうね。あるいは認知症もすんごい医療費かかってるんだけども、やっぱり社会にとって俺って必要なんだよな、
みんながありがとうって言ってくれるよなっていうのはすごく大事なことであってね、やっぱり認知症っていうものを言葉好きじゃないんだけど減らしていくためには活躍の場面っていうのはずっとついた方がいいに決まってるわけですよね。そういうその働き方とか人口のこう構成ガラッと変わった時に今までと一緒じゃいかんのは当たり前の話でね。そうそう、社会保障費の議論の時にどうしてもその歳出改革だと要は給付を減らしていくんじゃないかみたいなところがすごくこうフォーカスをされるんですけど、やっぱり本来は働き口の問題、まずはまあ生産年齢人口っていう定義が果たして正しいのかみたいな議論もあるんですけど、ただ例えばじゃあ65歳まではまあ今働けるようになりましたと、でも65からまあじゃあフレイルが始まっていく少し手前ぐらいまで、まあ80代手前ぐらいまでとすると、この期間例えば就業確保義務って努力義務にこれなってますけど、65まではいけても75までをちゃんと働けるようにしている企業ってただ3割ぐらいしかないんですね。本来はもっとここ元気で働きたいと思ってもやっぱり働けないで、企業促進とか国もやってますけどこれ使ってる企業さんって 0.3% とかですよ。本当に知られてないんですね、制度そのものが。だから給付削減一本やりじゃなくて、いやちゃんと働き口を増やせて施策があって、でもそれが全く周知をされていないんですよ、それを活用してくださいねっていうような生産年齢人口をもう少しこう上を伸ばしていくっていうことも本当は議論の、まあ、もうまさに車の両輪ぐらい大事な話だと思うんですけどね。だからね、その今小沢さん言ったようにね、医療費を減らしましょうってことを目的にしちゃいかんのですよ、ね、そうすると何やっても要は医療費減らすためにやってるんでしょっていうことになっちゃうね。結果としてそういうことあるかもしれない。だけども医療の目的っていうのはいかにして人を幸せにするかなんですよね。人を幸せにする医療っていうことにもっと重点が置かれるべきだと思いますね。それでは先生、いわゆるさっきレイさんおっしゃったいわゆるこうプライマリーケアみたいなところ、うん、今やっぱり医療ってなるとどうしてもこう、まあ、お薬が出て対症療法だけなんじゃないかっていうような、まあ、印象を持たれる方多いと思うんですね。で実際に日本の場合やっぱりそのじゃあ薬局の効率性はどうなんだとかですね、薬剤の価格はどうなんだ他の国といろいろやっぱり議論がありますよね。要はその無駄が多いんじゃないかと、日本の医療にはもっとこう効率化できる部分、すなわち予算の総額は同じままでやっぱりちゃんとその中身を変えていく、もっと本当はプライマリーケアの方に予算を注入していけば将来的ないわゆるそのフレイルが進んだ後もそうかもしれないし、対処療法になる手前でなんとなくある程度は対処ができるようになる。要は医療にちゃんとかかっていただく、もちろん90歳とか100歳手前の方はもちろんそこで不自由が生じますから、ちゃんと医療がケアをしていくんだけれども、その手前の人たちはもっと予防できるんじゃないかみたいな、ここの予算全然足りてない気もするんですけど、だからね、そのプライマリーケアとセルフメディケーション、はい、こういうものをどれだけね、もっとウェイト上げていくかってことだと思うんですけど、保険って基本的に事故があったら払いますよっていう仕組みだからね、病気になったら保険出ますよって話なんだけど、いやいやと、それならないようにしようってことが保険の対象に当然ならない。でもそれをどう評価していくかっていうのは大事なことだと私は思っているんですけどね。それをどのように位置づけていくかっていうことの議論は議論だけしててもしょうがないんで、結論出さなきゃいかんでしょう。なんかエビデンスがやっぱりすごく難しくて、医療って多分データの世界だと思うんですけど、プライマリーケアとかセルフメディテーションとかその予防の段階に入った時に、じゃあそのアウトカム効果をどうやって測るのと、で誰が測るのみたいな、そこはやっぱり全くこう未知数ですよね。なんかエビデンスに基づいてって言うんだけども、やっぱりすぐ結果が出る話じゃないですよね。予防って数十年後かもしれないし、ただそういうところにちゃんと予算をつけてエビデンスを集めていくっていう整理自体はやらなきゃいけないですよね、うん、そこはね。そうですね。だからエビデンスきちんと集めて科学的に答えを出していかなきゃいけないのと、結核も努力したらならないってもんでもない、事故も努力したら避けられてものでもあんまりない。だけど例えば生活習慣病なんてのは努力していろんなことをすることによってかかるリスクってすごく減りますよね。だけど努力した人もしない人も同じ保険っておかしくないですか。だから努力した人が努力してなるべく生活習慣病にならないようにしようねって努力した人、そういう人がきちんと報われるような、じゃあ努力しなきゃもうどうなったっていいんだって、そんなこと言うつもりはないけれど、もうちょっとインセンティブを与えるような仕組みってあるべきじゃないかな。